いやみなさんどうもこんにちは。僕はここの動物園で飼育員をしているものだ。はあ。でも実は僕はただの飼育員じゃないんだ。あ,あ侮るんじゃないぜ。そう実は僕は動物の声を聞くことができるんだ。嘘じゃないぞ。動物の言っていることがわかるんだ。本当だ。映画やアニメの世界と思わないで本当に僕は動物が言っていることがわかるんだぜ。 ああおっとおはようキリンのケビンお前はいつも朝ちゃんと俺に「おはよう」って言ってくれるなんてリッチなやつなんだおケビンどうだ体調はおっときいの餌少なかったかごめんな今日はたんまり出してあるから首を長くして待ってなはいおおゴリラのマイケやろおはようおっと どうしたそんな朝から興奮して胸をたたいてドラミングなんかしちゃってえそういうのはねお客さんが来てからしてやってくれよわかったかうんわかったよあそこの遊ぶタイヤ新しいのに交換しとくよまたなおお<う>おはようゾウのコび今日も相変わらずでかいなお前はあーなんでゾウは草食動物なのになんでそんなにでかいんだ ああどうだろう今日は平日だからお客さんは少ないかもうんコビー的にはやっぱりお客さんは多い方がいいああキリンとはまたちょっと違う餌をあげてるぞお前にはうんじゃあなコビーあーとここで主役の登場だ百獣のライオンのロドリゲスおはよう今日もかっこいいな相変わらずどうしてお前はそんなにかっこいいんだそうだな今日は雨が降りそうだああ。 ああ雨が降ったらやる気が出ないのそうか、メスライオンと喧嘩しちゃったのか。ああ、どう仲直りはできそういや、お前の健康診断は明日だ。ああ、おっと、そろそろみんなも気づいたかなそう、俺は動物の声を聞くことはできるが、話すことはできない。そう、聞くしかできない。聞くせんだな。ああ、やっぱりなんか会話がおかしかっただろすごい一方通行だ。 そそりゃそうだよ。聞くしかできないんだからねああ。会話は無理だ。そう、だからいつも一方的に言われてるだけでこっちは何も言えないカスタマーセンターだまあでもいいことだってあるよやっぱり動物が体調を壊したときどこが悪いかがわかるからね「胃が痛い」って言ってくれたら僕はすぐに「ああこいつは胃が痛いんだ」ってわかるからすぐに従業員の皆に伝えるんだまああくまでも向こうからアピールしてきたのみだけどね こっちからど,どこが痛いのとは聞いてもあの伝わらないから向こうには向こうがアピールしてきたらの問題だけどうんそうまさにアップルパイを頼んだのにチーズバーガーとドーナッツが来たようなもんだおどうしたケビン急におうああごめんよ昨日は僕がお休みだったから担当はその日だけ変わるよああ不手際かごめんなでもね あの石田はね新人なんだ許してやってくれ石田なりに頑張ってんだあみんな言ってるのももちろん伝わってないよおうまあでも悪かったよ次は俺が休みの時代わりに高橋にしておくからわかったおっとこれでまたみんな気づいたかなそうこんな感じだしといてここは日本の動物園だああこんな喋り方とかチーズバーガーとか言ったからわからなかっただろうけどそう 俺が変なだけだ。なあ。お、てか今日は9時からサイのマイクの健康診断だ。お、今何時だお、8時59分。これはやばい。おい、マイク、時間だ。そう、福岡出身だ。今ので分かった人も多いんじゃないのこんな言い方しちゃうな。おっと、マイク、いってらっしゃい。ああ、おっと、危ない危ない。大事な仕事を忘れてた。 毎朝 X で動物園のツイートをしないとだった。えー、っと、携帯を出して、今日も動物たちは元気です。たくさんのご来場お待ちしております。とよし、ツイート。おっと、危ない。間違えた。消して消して。えー、っと、トントン、えー。今日も動物たちは元気です。たくさんのご来場お待ちしております。ツイート。お、気づいたそう。 裏赤持ってんだああ今のは最初間違えて誤爆しちゃったよみんなも気をつけてねんてかなんかさっきからみんな俺のことバカにした感じで聞いてないか言っとくけど僕は怖いよ今から君たちを怖がらせることってできるんだからねいいか僕の趣味は鍵やかんよリツイートだどうだ怖いだろなりふり構わないぜああそうこんな明るく振る舞ってるのに根は陰湿なんだ ああ残念だろ二面性だ陰も陽もあるおかげであだ名は陰陽師さおっと言ってる間に開演の時間ださあみんなも遊びに来てくれよな中村啓太君 来自于恨